はい、今日はですねクレールさんでルックブックを撮ってみたのでぜひ最後まで見てください。はい、まず1着目ですね。ちょっとねもうズボンを履いちゃってるんですけど、ちょっとね最初の方はデニムコーデ連発します。はい、まず1着目はこちら。まずトップスですね。トップスがなんかこのスクエアネック、もう私の大好きなスクエアネックで、デニムじゃない、あのデコルテがすごいスッキリして見えてて、あとねこの袖の部分がすごい可愛くてふんわりしててね、あと丈がねなんか五分丈でねすごいね珍しいなと思って、なんかこうやってやっぱインした方がすっきりして見えますね。であとこのねデニムね、もうこのフレアパンツって骨格ストレートの人大好きじゃないですか。もう足がねすごい綺麗に見せてくれるし、足長効果とかもあるのでねもう本当にいいです。でねなんか生地感といったら、あのトップスはなんか別に透けることもなく夏っぽい感じの生地感で、すごいね五分丈だけど別に涼しく着れます。でこのバッグね、バッグもねこれいろんな色あって全部可愛かったんですけど、やっぱちょっとね夏といえば白かなと思って私的には白を選びました。デニムもそんな別に厚手じゃなくってすごく履きやすいです。であとねこの靴ね、もうこのサンダルがめちゃくちゃ軽くてめちゃくちゃ柔らかくって、もうこんな感じで走れるぐらいの勢いで、もう本当に履きやすいんですよ。なんかこうやってねデニムコーデでもいいし、ワンピースとかにもね合わせられるからすごいいいなと思いました。はい、次2着目ですね。2着目がね、2着目もデニムコーデなんですけど、トップスとバッグと靴を変えます。はい、こんな感じで、はい、完成。まずねこのトップスが、これもねなんかツイッターで骨格ストレート優勝みたいな感じであのバズってたトップスなんですけど、まさにもうねやっぱ骨格ストレートの人本当にいいですね。このトップスめちゃくちゃ可愛いし、なんか生地感とかもすごいね、厚すぎず薄すぎずで、これも別に透けなくって、いいですね。ピタッとしててすごい体のラインすごい綺麗に見せてくれるなっていう感じです。結構ねデコルテとかもね空いてるのですごいすっきりして見えますよね。でこんな感じで、ね、伸びるデザインなので、すっごいいいです。でこのバッグも、これはねまあちょっともう本当に少量の荷物、もう厳選した荷物だけを持つバッグっていう感じで、でねチェーンになっててすごい可愛いです。靴もねもう夏っぽいサンダルで、もうワンピースでも何でも合うだろうっていうね感じのサンダル。はい、次3着目。3着目もちょっとデニムコーデかな、迷ってるんですけど、あデニムコーデですね。はい、ちょっと一生懸命着替えてます。こんな感じで、はい、まずトップスがね、もう私がね、ギンガムチェックがすごい好きなんですけど、もうギンガムチェックかけるスクエアネックってもう最強と思って、もうね、これは速攻買いました。これもね、もうすっごいなんか可愛いんですよね。すっきりして見えて、お腹っていうか胸のあたりがねピタってしてて、で袖の部分がねふんわりしてるからすごいメリハリのあるトップスのなんかデザインになってて、あとこのバッグもねすっごい可愛いんですよ。なんかこういう取っ手の部分短いの最近流行ってるじゃないですか。だしこれもね結構大容量入るんですよ、バッグ。もうこれすごいいい。でこのね麦わら帽子、麦わら帽子じゃない、ハットね。このハットもすっごい可愛くって、うにょうにょうにょうってなってるデザインでね。可愛い、これ。後ろもね、リボンになってて、すっごい可愛いんですよ。もう一種類色もあったんですけど、私はね、ちょっとこっちにしました。こんな感じのね、コーデもすごいね、最近お気に入りです。はい、じゃあ次4着目。4着目はワンピースかな。このワンピースもツイッターでねバズってて、もうツイッター命でも骨格ストレートグレイルみたいな結構調べてて、そしたらねこれが結構出てきて、めちゃくちゃ可愛いんですよ。形もすごい可愛いし、でもね私がね M サイズを選んだんですけど、 M サイズだとちょっとやっぱり大きいかもしれないですね。これがね結構ゆったりしたデザインっていうか、
自分で後ろで調整できるので、なのでね、私と同じような体型の方は S サイズの方がより体のラインとかスッキリ見せてくれるかなっていう感じです。うん、生地感もねすごい夏っぽくてサラサラしててすっごい可愛いです。このね V ネックも可愛いし、袖のね部分もね本当に可愛い、これ、うん、やっぱねちょっと S サイズを買い直したいと思います。はい可愛いですよねこれ、本当に色もね絶妙だし、小花柄可愛い、このバッグともすごい合いますよね、このサンダルとも合うし、もうワンピースこのサンダルも夏はずっと着ようと思いますね、この組み合わせはい、じゃあ次5着目がこちらのねスカートとさっき着たトップスなんですけど、これねこのトップスもねこうやって着回しできてすっごいいいですよね、いろんなデニムとも合うし、こういうスカートとも合うし、このスカートもねなんかマーメイドスカートで形がすっごい可愛くってすっきりして見えて、であとこの色もねすっごい絶妙なんですよ、ラベンダーをね私は選んだんですけど、このパステル色がすごい可愛くって、まあ、ブルベナツの方にはねすっごいおすすめです。ブルベナツで骨格ストレートの方はねラベンダーをぜひっていう感じなんですけど、うん、で生地感もねこんな感じでね、なんかサテンですっごいなんかさ爽やかななんか生地で、うん、でもね下にねちゃんと裏地もついてるので透けることとかもなくね、うん、形が本当に可愛い、一気になんかお姉さん感みたいな感じになるのでね、うん、大人っぽくなりますね。で最後のコーディネートかな、最後がねこちらのワンピースなんですけど、私ねこういうワンピースねもう全然着ないんですよ、全然着ないけどなんか写真でね可愛いなと思ってもうちょっと挑戦してみようかなと思って買ったんですけど、想像以上に可愛くってめちゃくちゃ可愛い、なんか形がなんかね首詰まってるからあんまり似合わないかなって思ったんですけど、なんかいい感じの首の詰まり具合で逆になんかすっきりして見えるというか、であとなんといってもこの袖の部分ね、もう袖の部分が本当に可愛くて、うん、あとこのウエストマーク、このリボンの部分もねちゃんとメリハリとかもつけてくれて、うん、可愛い、本当に可愛い、このねレース感もすごいね可愛いですよね、なんかブリブリ系になるかなと思ったんですけど全然そんなことなくて、こうやってねなんか他を大人っぽくしたらなんか大人っぽい感じになるので、はい、おすすめです。このハットとねバッグの藁の感じもいいですよね、合ってるって感じで、このコーディネートもすっごいお気に入りです。はい、こんな感じで終わりです。最後まで見ていただいてありがとうございます。さよなら。